年末年始をふるさとで過ごす人などで、今日も交通機関の混雑が予想されています。 JR 各社によりますと、東海道新幹線の下りで午前の指定席がほぼ満席となっているほか、東北新幹線の下りなどでも混雑のピークを迎えるということです。上りは1月3日が混雑のピークと予想されています。空の便です。日本航空などによりますと、羽田空港を出発する国内線は今日も混雑が続く見込みです。国際線では成田空港と羽田空港で今日も合わせて7万1500人が出国する見込みです。入国のピークは3日になると見られています。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路は午前9時の時点で関越道下りの前橋インターチェンジ付近で10キロ、また東名高速下りの綾瀬バス停付近で9キロ、伊勢原バス停付近で7キロの渋滞となっています。